時代を教えてやるぜ。なんだと？今回の金村工業が起こした一件、それで手打ちにしてもらえませんでしょうか。この金は一体何ですか、堂島会長。桂木さん、東条会としては今回の騒動、これ以上大ごとにはしたくない。それに東条会と上野清和会は2代目時代から25年来の親戚関係がある。ここはお互い事を荒立てないのが得策かと。なるほど。堂島会長は枝同士の喧嘩にはこのくらいの金があれば十分だと。いや、そんなつもりはありません。確かに騒動を起こした金村工業は直系柴田組傘下の枝組織かもしれませんが、上野清和会は違う。東条会と同格の親戚です。その金はあくまで今回の騒動の迷惑料だと思ってください。同格ねえ、その額ではご不満ですか？わかりました。入れ。桂木さん、今回の金村の一件、本当に申し訳ありませんでした。柴田さんでしたっけ？はい。東条会の直系の親分さんともあろうお方が、都内の一勢力でしかない組の若頭にそんなに頭裂いちゃいけませんよ。それにね、柴田さん、今の時代わざわざ痛い思いしなくてもけじめの取り方は他にもいろいろあるでしょう。東条会さんとうちは親戚関係なんですから。桂木さん、どういう意味ですか？堂島会長、今回の騒動、上野清和会としては今までの親戚関係もある以上、抗争沙汰にするつもりは元はありません。病床に伏しているうちの総長、上野義春も思いは同じです。桂木さん、だがこの金と指で全てがチャラというわけにもいかないでしょう。少なくともうちの組員たちは納得しないと思いますよ。堂島会長、今回の騒動で殺された井原の役職をご存知ですか？若頭補佐です。ちょうどあの事件のあった日に就任していたんですよ。若頭長。そうです。あなた方がチンピラ同士の喧嘩ぐらいに思っていたこの騒動、実は上の清和としては幹部組員を失うというとんでもない被害を受けているんですよ。正直言いましょう。若頭補佐を殺された代償としてあの金と指一本では釣り合いません。いや、だがそれは。おっしゃりたいことはわかります。先ほどは同格だと言ったものの、所詮は東条会と上野清和会では格が違うだろうと。でもね、うちの組員はそれじゃ納得しないんですよ。表面上東条会とうちは対等な関係のはずですからね。桂木さん、どうすれば納得してもらえるんですか？そうですね、うちの井原を殺した犯人荒井宏明の首、それが無理ならあの真島さんが今やっている例の事業の経営権をいただきたい。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。はい。そんな要求は飲めない。飲めるわけがない。なぜですか？あの事業は10億20億とかいう規模の話じゃない。数千億規模の案件だ。いくら幹部組員が殺されたとはいえ、人一人の命の代償としては大きすぎる。堂島会長、勘違いしないでください。上野清和会は金が欲しいわけじゃありません。これは極道としてのメンツの問題なんですよ。堂島会長、あなたは筋の通った方だと聞いてます。だからこそ私の立場も理解してもらえませんでしょうか。さっきも言いましたが、うちとしてはあの荒井という男の首があれば十分です。それがあれば下の連中も納得するでしょう。だが万が一荒井の首が取れなかった場合、その時は井原と同格の人間を差し出してもらうしかないんですよ。それは。そう、真島さんです。柏木さんの死後、白鵬会や錦山組といった若頭補佐はなくなってしまった。あの浜崎組も破門となると、自動的に真島さんくらいしか井原の代償となりうる人がいないんですよ。だがさすがに私も井原の代わりに真島さんの首を差し出せとまでは言うつもりはありません。ですからあのビルの建設と経営の権利さえいただければ、それでうちの組員を納得させられます。よくお考えの上ご決断ください。それでは。待ってください。いらっしゃいませ。ありがとうございました。秋山さん。私。いいね。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。えいや、なんでもない。さあ、今からテスト2を始めようか。300万ですね。はい。300万稼げば本当に1億貸してもらえるんですね。はい。わかりました。やってみます。それではビジネスの話はここまでにしましょう。ここからは俺のプライベートとして楽しませてもらいます。え？さっき言ったじゃない、今から俺に接客してもらうって。でも秋山さんはオーナーじゃ。オーナーつっても自分の店で遊んじゃダメって決まりがあるわけじゃないでしょ。今はただのお客さん、つまり俺が君の最初の客ってわけ。そう、その笑顔いいね。さあ、それじゃあ今日は楽しませてもらいますか。わかりました。それじゃあお客様、お飲み物は何になさいますか？そうだね。金で人が幸せになれるんだったら、俺が君を幸せにできるのかな。え？どうして避けなかったの？うん。どうしてだろう。なんとなくあなたならいいかなって思っちゃった。あなたはどうしてキスしたの？なんでだろう。でも5年ぶりだよ。こんな気持ちになったのは。別れた恋人の話？ああ、でも振られちゃった本当に？どうして？さあ、あの頃俺にお金がなかったからかなおいおい、見せつけてくれるじゃねえか俺たちにもサービスしてくれやねえじゃまた柴田組か。あんたらも懲りないね。ああ、なめた口聞いてんじゃねえぞ。柴田のこと分かってて喧嘩売ろってのか。そうだそうだ、柴田組のことならよく知ってますよ。東証会の直系って肩書き振りかざしながらも二次団体の中じゃ常に末席に位置する万年窓際族だ。なんだとこのガキは。予定にはなかったが構わねえ。ぶっ殺してやる。少しは楽しませてくれ。さあってやるか。